茶の国からこんにちは。はい、マギモです。モンゴリーグ第3節始まってる。はい、ということでモンゴリーグ第3節です。今日は3週間代表ウィークがあって試合がなかったということでして、久しぶりの試合となります。そして本日は、同部屋であり僕の親愛なる大先輩、伊佐美葵選手の誕生日。頑張ります。30代の抱負もらっていいですか。まあ真剣に答えますと AFC 出場を目指して頑張りたいと思いますし、はい、まあそのなんて言うんだろうな、まあ、30とはいえどまだ年とは思わないし、うん、まだ3分の1しかしてないし人生100歳コースだと考えたら3分の1もしないから、これからも楽しみず頑張ります。以上です。以上でした。現場から以上です。撮影中失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、私はスクールフレンズミーティング and we going to mountain for the match グラウンドジチカジチカ。忘れちゃいました。テーペロ6、5、4、3、6。え、6、6。マキモチャンネル。はい、ジムでストレッチ終わりました。ストレッチシーン撮ってなかったな、すまへん。さあ行くぞ。いい天気やな。4.5 リットルで2400キロカロリー、日本円したら100円ぐらいかな。シュパス。まこれ。What you gonna do?
guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, but for the nightclub, for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all got dreams. But what you gonna do for a hike, gonna move for what you gonna be? Thank you.
夜飯行きます。はい、行こう。うぃ、食べよう食べよう、行こうしていただきます。韓国のジャンボと、これ日本のガーナのバタークッキーチョコですね。葵くんにプレゼントします。本当に疲れた、勝ちたかった、マジで。プレゼント for you、 ありがとう、ハッピーバースデー。いや、食べろ、ちゃんと。え、プレゼント for you。 次の日、はい、おはようございます。昨日はね、アドレナリン出てなかなか寝つけなくて1時半ぐらい寝ましたね。で、今朝の9時半ぐらいなんですけど、今からジムに行ってきます。下半身疲れてるんでね、あの上半身だけちょっと筋トレしていきたいと思います。おはよう、おはようおはよう。マキモチャンネル。はい、お疲れ様でした。昨日の試合は、2対2の引き分けでした。相手チームは優勝候補と言われてて、実力的にもモンゴルリーグ内で一番ぐらいに強い相手で、めっちゃ大事な試合だったんですけど、正直負けずにね、引き分けたことはポジティブに考えればすごく良かったなと思います。それはまあ試合終盤に2対2追いついて、試合を終えて同点だったんで、まあ、なんとか負けずに、勝ち点1取れたっていうことで、チームとしては前向きな同点だったなと思います。これでね、モンゴルリーグ3節を終えて、まあ、まだ現在1位で2勝1引き分けの、勝ち点7で同点1位という今現在の結果です。で、個人的にはね、シュートチャンスもありましたし、まあ、チャンスの部分でトラップミスなどして結果につなげれなかったり、苦しかったんで、まあ、これを機にね、また1週間今日の改善点を次に生かして、いい準備して、次は勝てるように、そしてもっと自分自身が成長できるように1週間取り組んでいきたいと思います。なんか真面目の、いつにも増してなんかすごい真面目な話になっちゃったんですけど、まあこれが真面目なのが、まあ実は僕なんで、本来はもう勉強もできて真面目で、すごく真面目な子、はい。来週は俺が点を決めて勝ちます。ご視聴ありがとうございました。